トラバースは GM が製造、シボレーブランドで販売している自動車である。2008年のシカゴオートショーで発表。同年秋から発売を開始。ミニバンのアップランダー及び SUV のトレールブレーザーの後継車種である。プラットフォームはビュイックアンクレーブや GMC アカディアと同じ GM ラムダプラットフォームを採用する。これらラムダプラットフォーム車の生産は ランシングのランシングデルタタウンシップ組み立て工場にて行われている。エンジンは直噴3.6リットル V6 エンジンを搭載し、これに6速 AT が組み合わせられる。駆動方式は FWD とオードの2種類がラインナップされている。2012年4月、ニューヨーク国際オートショーにてフェースリフトを受けた2013年モデルが発表された。フロントマスクは 従来の上下に分割の棒体グリルを捨て、新たに3本線のアッパーグリルと2本線のロアグリルの組み合わせが採用された。また、ヘッドライトやフォグランプのデザインも一新された。リアエンドはテールランプやバンパーが一新され、ライセンスプレートの位置がリフトゲートに移された。インテリアはインストゥルメンタルパネルなどが刷新され、センタースタックには点五インチのカラータッチラジオと、 シボレーの新しいインフォーテインメントシステムであるマイリンクが搭載された。また、ビュイックアンクレイブと同様に世界初のフロントセンターエアバッグ標準装備車種となる。なお、日本では三井物産オートモーティブによって2009年から輸入販売されていたが、同社が2011年11月1日付でディストリビュータ契約をゼネラルモーターズジャパンに譲渡したことに伴い、 販売を終了した。2017年1月、北米国際オートショーにて発表され、同年7月から発売を開始した。ありがとうございます。